公衆学生事件、あるいは公衆学生独立、公衆学生運動は、1929年に日本統治時代の朝鮮の公衆で起こった喧嘩の対応をめぐって、朝鮮人学生による抗議を巻き起こした。1929年10月30日、全羅南道の羅州行きの列車で、日本人中学生生徒の福田修造らが、朝鮮人女子生徒の方のレタマラをからかったとして、 僕己玉のいとこの僕ひとしが福田を殴り、日本人生徒と朝鮮人生徒の間に決闘が始まった。この際、警察が僕ひとしと朝鮮人生徒だけを逮捕したので、生徒の不満が高まった。これが原因となり、11月3日、朝鮮人生徒らは、日本の警察や日本学生寄りの報道をした、公衆日報に抗議をし、また、 朝鮮人学生と日本人学生の衝突が発生し、警察が朝鮮人学生を検挙した。このことが朝鮮人生徒側の主張を信じた公衆高等普通学校の高校生を月光させ、検挙者の釈放を求めるとともに、日本による統治政策を批判して自由運動を展開した。その中の250人の朝鮮人が逮捕され、 朝鮮人生徒らは同盟休学を結成し、日本に抗議した。この学生運動に際して、民族主義者と社会主義者の連帯によって結成されていた新幹会が現地に調査団を派遣して、事件の実態を公表する大会を準備したが、方針の対立をめぐって解散したことによって、失敗に終わった。この運動は、朝鮮各地で1930年まで続いたとされ、 合計4万人以上の学生を動員したとされる。1953年に大韓民国はこの日を記念するため、11月3日を学生の日とした。その場に合わせた、朝鮮人女学生、李光春の証言では、福田がよろめいて僕を乗れたまとは異なる、女学生にぶつかっただけという。また、 僕、おのれ玉はそもそもその場におらず、リガ子のことを、僕人司祭に問い詰めると無言であったという。助、堀ほさん、若き光日の群像文芸者、P117P119 助、堀ほさん、若き光日の群像文芸者、P123 当時のスローガンは、生徒、大衆よ、お起用。我々のスローガン下へ、から始まる。ありがとうございます。